い、こんにちは、かぐらです。先々週ぐらいにリスナー様からですね、かげまるチャンネル5000本、本数ですよね、5000本突破おめでとうございますっていう祝福のコメントいただきました。ありがとうございます。特に意識はしてなかったんですけれども、いつの間にか動画5000本突破しちゃったんですね。まあ、長いことをやってるから5000本いった的なところ、あんまり意識はしてなかったんですけれども。で、コメントをいただいたリスナー様から、5000本達成について何か、動画アップしてほしいというご依頼ございましたんで、今日は、そうですね、動画5000本アップした感想を、ちょっと語りたいかな、的な動画になってます。すいません。初めて動画アップロードしたのは2007年ですよね。で、そっからまあ、車アップしたり、動物アップしたり、食べ物アップしたり、飲み物アップしたり、いろいろやってたんですけれども、まあそうですね、特に意識して動画アップしようかなって考えてなかったんですけれども、途中から、収益化できるようになって、その動画アップしたらお金もらえるようになって、これは、いいぞ、と。ちょうど父親のバブルの借金返すのに僕喫茶店働いてたんですけども、ずっと給料ゼロで働いてたんで、ちょっとそれの生活の足しになったらええかな。足しいうか子供の学費もかかってたし、まあ、ちょっと YouTube でそういうこうお金得られたらなと思って、なんかもういやらしい話、なんかこう視聴率稼ごうとなんかいろいろとはやってみたんですけれども、まあ結果的にまあそうですね、父親の借金もまあ完済できたんですが、その後にまあ食動画になっちゃった感じです。で、その食動画を機にですね、もうネットから引退しようかなって考えてたんですけれども、その就活ですよね、もう食道がんは助かる確率が低いから、そうです。就活しようかな思って、いろいろ片付けといて、で、なんやかんやしてたんですけれども、まあ、まあ、そうですね。予後が、まあ、そんなに悪くないということで、まあまあ、ちょっとぼちぼちとまた動画の方は復活させて、来てもらってる感じですかね。最初、食道がんの手術終わった後、動画撮影しに行くのももうちょっと体力が全然なかったんですけれども、今はもうだいぶそうですね、ちょっと遠出したりとかできるようになって、体力ももうまあぼちぼちと回復はしてきています。ただ、そうですね、こう寒くなるとやっぱり、喉の調子が悪くなりの、最近ちょっと疲れやすくなってるかなっていうところがあって、まあ、また、いずれまた、まあ、再発の可能性も、なきにしもあらずなんで、その時は、まあ、ちゃんと、ネットから引退しますっていうご報告はさせていただきたいと思います。まあ、何事もなければ、まあ、のらりくらりなんですけれども、まあ、YouTube 動画、アップロードしていこうかなとは考えています。まあ今年55、来年56ですよね。いつまで引っ張ってもいいのかなっていうところはあると思うんですけれども、どうなんでしょう。見てくれる人がおるんやったら、まあアップね、お付き合いっていうか、コミュニケーション取れていけたらなとは思っています。まあ僕最近ね、ほんま7眼がなくなってから車の情報が入ってこないんすよね、ほんまに。で、僕の師匠の橙色の人と会う機会もだんだん少なくなってきて、インプットがあんまりなくて。だから動画のネタもあんまりこう、いい情報入れられへんみたいなところになっていますよね。で、だんだん EV にもなっていってるし、これから動画、そうですね、方向性としては、ちょっと車がだんだん厳しくなってきてるかなっていうところではあります。一応ホンダの、次はホンダのすいません、なんか5000本の感想とはちょっとずれてるんですけど、まあ、ちょっと今度ホンダの N-BOX 新型、まあ、撮影しに行く的なところですよね。
で、目標的にはもう今のところはないです。とりあえず5000本何をアップしたんかなっていうところなんですけれども、それを振り返って見ていくのもちょっと大変かなみたいなところがあったりとか、趣旨がないから何をアップしたのかもあんまり覚えてないみたいな。ほんまにすいません。そうですね。一番記憶に残るところは、やっぱりインプレッサーですよね。GDA の動画、アップしてすごい、こう、反響があって、昔インプレッサー買った時に、小学生に指さされて、インプレッサーやって、追いかけられたりとか、すごいなんか、子供に人気がある車やなってすごい乗ってて楽しかったっていう思い出はすごい、多分 YouTube でも語ってたと思うんですけれども、あったと思います。まあやっぱり、インプレッサーの動画が一番印象的ですかね、GDA。本当は涙目乗りたかったんですけれども。もう今となっては、いい車残ってないから、VAB で行ってみようかなって思っています。っていう感じですかね。はい。あと、ちょっと今は、のたうち回ってる的なところがあって、ちょっと、動画の方がもうなんかランダムっていうか、こう、定期的にアップ、今ちょっと難しい。今日もね、動画アップしよう思って、もうなんか、シャレでウーバーつけとったら、ウーバーピロピロン、ピロピロンってなって、で、今、午後の3時なんですけれども、昼ぐらいからちょっと車をこう動画撮影しよう思ったら、ピロンピロン、ピロピロンってなって、ずっとなんか知らんけど、ピロンピロンってなって、なんば行ったりとか、この花行ったりとか、西区に行ったりとか、また、またなった です。すみません、今ピロン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 ってウーバーイーツになっちゃって すぐそこのマクドナルドがほんますぐそこなんですけれども、配達行ってまいりました。すいません。今後目標なんですけれども、特にはないです。僕、そうですね、もうほんまの話言うたら、やっぱり食道がんの再発が心配なんですよね、転移とか。だからまあ完璧に治ったって、やっぱり、こうなんか先生が太鼓判を押してもらえまではあんまりこうポジティブな動画は作れないかなっていう感じですかね。あと3年かな、経過観察。そしたらもう58ですもんね。もう老害ですよ。今でももう老害かなって思ってるんですけれども。まあそうですね。リスナー様、登録いただいているリスナー様に、まあ、またこう喜んでもらえる動画ですよね。何かいろいろと考えて、ぼちぼちなんですけれども、アップさせていただけたらなって考えています。すいません、もうなんかほんま最近ダメですね。昔は好きなことをやっていろいろ自分なりに楽しんでたんですけれども、今はなんか、のたうち回ってるだけみたいなところではあります。病気のこともそうやし、もう親のこともそうやし、すごい高齢で、もうだんだんもう毎日なんか品物作るのでも僕がこう補助してあげると、ちょっと父親ももう調理できへんみたいなところを一気に、また入ってきた、こういうのです。 とりあえずちょっと行ってきます。また、今後ともどうぞ、また動画アップいたしますので、よろしくお願いします。では、行ってまいります。